きます。本気演技がポジティブ兼女テテちゃん、ようこそ。上智大学3年がセンター試験解いてみた。まあ、つい最近センター試験がね行われたわけですよ。もうかれこれ3年間ね受験の勉強をしてきていないわけです。じゃあこの3年間のブランクでどれぐらい解けるのかっていうのをね今日は検証していきたいと思います。はい、まあ、今回解く科目としては、まあ、国語と日本史をやりたいと思ってます。まあね、まあ、私立文系っていうこともありますし、まあ、英語はねまあちょっと私の場合アドバンテージがあるので、まあ解いてもまああんまり意味ないかなと思ったので、もう特に国語とかめちゃめちゃ苦手なんですけど解いていきたいと思います。今回の目標は高めに設定して80点。いや絶対無理だろうな。いやまあとりあえず解いていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ではね早速受験していきたいと思います。私本当は問題用紙をねちゃんと印刷してそれでちゃんと受けようと思ったんですけど、なんか枚数とか確認したらねめちゃめちゃあるのよ。なんか多分一科目あったり30枚ぐらいありまして、ちょっとこれ無理だと思って諦めて、でもここにねパソコンくんがあるんですけど、このパソコンくんの画面を見ながらね普通に答えだけルーズリーフに書いていこうと思います。もちろんカンニングなどしません。不正行為してもいいことありません。はいはい、じゃあね一応ねタイマーを1時間にセットしまして、まあ早く終わったら早く終わったでそれで切り上げようと思うのでやっていきたいと思います。まずは日本史 B です。ひーこわ、まだ一切全く問題見てないです。ページ数確認しただけなので正直マジでやばいと思います。いきます。いまーょ、よーい、あれこれか、いきます、よーいスタート。はい、頑張ります。やばい、終わった。だって最初の問題から終わったかもしれん、これ。19分15秒。まあまあ早押しじゃないけど、やばい、これねマジでね80点とか言ってる場合じゃない、やばい。まあ大体4択だから、まあ、確率的に4分の1で25点目標にしときます。ごめんなさい、やばい。もうなんかこんなんだったらマジで退学になりそう私。とりあえずね日本史をここにこうやって36も解き終わりました。でね、まあ多分先に丸つけちゃうと絶対国語のテンション余計下がっちゃうんで、まあ連続で国語を解いてからあの全部を丸つけをしたいと思います。やばい、でもな日本史より国語の方が苦手なんだけどな。でも国語の方がまだ覚える系じゃないからなとかなりそうですよね。頑張れば頑張ればね、時間足りないよ絶対。はい、じゃあ国語は80分ということでね1時間20分セットしました。じゃあいきまーす、よーいスタート。よし、やば、結構ギリギリ5分22秒。疲れた、マジ学校のどんなテストよりも頑張った自信がある。
マジで疲れた。ああ疲れた。え、でもね、結構国語はね、まあ読めばなんとかなるんで、思ったよりできてると思う。予想はやっぱり目標80点のままでいった。80点のままでいきます。じゃあ早速丸つけます。じゃあまずは国語から丸つけますね。なんか全然結果関係ないのにちょっとドキドキする。なるほどね、国語はまあまあまあって感じ。というか全然100点満点じゃなくて200点満点でした。さっきからめっちゃ嘘ついてた、ごめんなさい。いや日本史は絶対やばいよ。日本史は、日本史は100点満点。じゃやっぱりね25点ぐらい目標。マジでやばい、絶対やばいんだけど。はいはい、ということでね、やっと集計終わりました。イエーイ。というか2科目しか受けてないのに、もうなんかもう脳みそ使い果たしてめちゃめちゃ疲れた。マジでこれすごいよ、1日もね3教科とか受けてるの。マジで尊敬します、本当にすごい。気になる結果発表しますね。まずじゃあ国語ね。国語は200点中156点です。え、思ったより良くない？まあ7割から8割ぐらいな感じですよね。え、結構良くない？え、なんかね、聞いてください。言い訳言い訳いくよ。結構ね、論説文と小説文は結構あったの。でもね、あの案の定ね、あの小説じゃなくて古文とね漢文がねひどかった。なんか古文と漢文が半分ずつぐらいしか合ってなかったから点数が下がっちゃった。え、でもね、私受験生の頃論説文めっちゃ苦手だったはずなのに、なんか多分現役の時より絶対論説文できるようになってるよ。レポートとか書きすぎて、あれかな、論文とか読みすぎたのかもしれない。イエーイ、行動力上がったかもしれない。語彙力少ないけど嬉しい。じゃあね、逆に歴史いきます。歴史、じゃあ気になる結果は100点中51点でした。え、結構これも良くないですか？私本当にね25点いけばいいって思ってたんですよ。でもね意外と合ってたんですよ。え、嬉しい、結構嬉しい。半分いったのすごくないですか？いや、もちろんね受験生はもっとね全然高い点数取れてると思うんですけど、いや3年間のブランクあって51点結構頑張ったと思う。いや多分まあ奇跡的に当たってるやつもいっぱいあると思うんですけど、たまたまね当たってるやつでもまあ若干読み取り問題とかあったんで、まあそういうのがね結構点につながったんじゃないかなって思います。はい、ということでね、今日は試しに興味本位でセンター試験を解いてみました。いや、これはね、ただただ大学3年生がね興味本位でセンター試験を受けてみたっていうだけの動画なので、実際の受験とも一切関係ないし、なんか合格点とかね、大学生だったらこんなにも忘れちゃうんだなぐらいに思っておけばいいと思います。いや、でもね、思ったより高いよね。嬉しいよ、私は非常に嬉しい。イエーイ。まあ、もしちょっとなんだろう、センター試験思ったよりうまくいかなかったなって落ち込んでる人がいたら、まあバカにしといてください。はい、バカにしてちょっと元気出して頑張ってください。多分ねこれからも受験続く方もたくさんいらっしゃると思うので全力応援してます。ごめんね、センターでちょっとふざけちゃって。いや、ふざけではない、全力の点数ではある。頑張れ受験生。はい、ということで今日はここまでです。チャンネル登録、コメントより高評価、またツイッターよりサブアカウントのフォローもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。嬉しい。